では今から5連符の打ち込みについて説明します。今からやる方法は5連符だけではなくて7連符とか9連符とか奇数の連符を打ち込むときに便利な方法なので覚えておいてください。それではやってみましょう。まずMIDIリージョンをダブルクリックするとMIDIリージョンの中身が見えるウィンドウが開きます。このウィンドウの機能にあるタイムハンドルという機能を使います。でこのタイムハンドルという機能は選択した範囲を縮めたり伸ばしたりすることができるんですね。ではまずこのスネアの音でやってみましょうか。ここに均等に5つ音を並べます。今四分音符で置いていますが、四分音符を5つ並べると2小節目にはみ出てしまいますね。これをぎゅーっと縮めていくんです。では機能からタイムハンドルを選んで、このタイムハンドル縮めたい範囲を選択します。でこの選択されたこう青いところのこの線のところをドラッグすると選択範囲を正確に選べます。でこの上の四角いなんかハンドルがついているところ、これをドラッグすると縮めることができます。で今1小節の中に5つの音が収まりました。ではタイムハンドルを切って聞いてみましょう。はい、もう一回聞いてみましょう。はい、ちゃんと5連符になってますね。こうやってやってみてください。